今週のスラングは、Go touch some grass。はい、お、Go touch。Go touch some grass。grass は草。外に出てちょっと草を触れって直訳すると、これ割とちょっとネットスラング的な。あんまり会話では言わない。なんかちょっとミーミーミーム的な。ミーム。じゃあ一回一回、うん、当ててみて。 なんか、土台の、なんか芝生は、なんか、青く見えるみたいなあ<ー>。ああ、そういう感じではないか。外。ちょっと煽ってる。煽ってる。煽ってる。ええ。ちょっと外出て、頭冷やしてこいとか。かうん、ああ、近い、近い、でも。ちょっと。ビタ近い、近いけど。ちょっと、惜しい、おし。煽ってる。まず、じゃ、リフレッシュしたら、みたいな。なんか、そういう感じ。もっとイメージいいの。ちょっとね。 どっちかっていうとちょっとネガティブよりああネガティブよりだからちょっと煽ってる、えー、<laughs> 煽ってるああ草でも食っとけとかあそれちょっと言い過ぎ <laughs> <laughs> 言い過ぎか言い過ぎかえ,ー、<laughs> <laughs> え草は関係あるあんまり関係ない草は関係ないかもか発表しますか、うんうん、これの意味は ネットばかりやってないで外に出て草でも触って現実に触れてこいなるほどネットさいろんな人いるじゃんちょっと現実から離れた発言する人もいたりするじゃんはいはいそういう人に Go touch some grass 現実見た方がいいみたいなはいはいじゃ最後あれやっちゃうリピート a t a やりましょう Go touch some grass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  いい いいね樋煽ってんだけどね深井 <laughs> <って> <laughs> めちゃめちゃ煽ってる樋口現実見ろ樋口でもなんかこの言葉ねそれこそちょっと最近俺の流行語になって樋口あそうな樋口だからスタッフさんから言われた時この今んなどうしようってでもちょっと煽り言葉だけど最近流行語になってるから俺の中に、うんうんうん